オザークへようこそはアメリカ合衆国のクライムドラマシリーズ。ミズーリ州のリゾート地オザークで麻薬組織の資金洗浄をしようとする主人公が家族諸友事件に巻き込まれていく物語を描く。ジェイソン・ベートマンが主演し、制作葬式、監督も務めている。ネットフリックスにより制作され、2017年7月より世界同時に配信された。 現在シーズン3まで公開されている。最終シーズンとなるシーズン4の制作が決定している。番組は批評家から好意的な評価を受けており、プライムタイムエミー賞の監督賞、助演女優賞などを受賞している。シカゴで暮らすファイナンシャルプランナーのマーティバード。裏の家業は麻薬組織の資金洗浄で、ある日突然、家族を連れて、ミズーリ州のリゾート地をザークへと移住する。 妻ウェンディ、娘シャーロット、息子ジョナの4人家族は、やがて事件に巻き込まれていく。オザークへようこそ、の主要キャスト。ジョーダン左からジェイソン・ベートマン、ローラ・リニー、ジュリア・ガーナー、ジョーダナ・スパイロ、ジェイソン・バトラ・ー・ハーナー、イーサイ・モラレス。各シーズン前は一斉配信本作の舞台は、オザーク湖にある、ウォーターフロントリゾートで、スタッフは、アルホーナリゾートの敷地を、 徹底的に調査した後、ジョージア州にセットを建設した。いくつかのシーンは、シカゴのロケ地で撮影されている。ミズーリ州オザーク湖で撮影されたパイロットのシーンでは、地元で有名なウェルカムズレイク・オブ・ザ・オザクスの、看板やインジュン・ジョーマ・マフラーマン像などが登場する。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。シーズン1は、 批評集積サイトの6点トマト図に69件のレビューがあり、批評化支持率は70%、平均点は10点満点で6.84点となっている。また、メタクレティックには29件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。シーズンには、6点トマト図に45件のレビューがあり、批評化支持率76%、 平均点は10点満点で6.54点となっている。また、メタクレッティックには14件のレビューがあり、過重平均値は59、100となっている。シーズン3は、6点トマトズに31件のレビューがあり、批評価支持率97%、平均点は10点満点で7.98点となっている。また、メタクレッティックには11件のレビューがあり、 荷重平均値は77、100となっている。ありがとうございます。